栃木の名店を訪れて美食をめぐる栃めし。那須インターチェンジを降りて車で10分、那須街道沿いにある那須高原バル。去年3月にオープンしたばかりのこちらのお店、自然豊かな那須高原の地場産食材にスポットを当てた美味しい料理が評判です。中でも那須高原和牛を使ったボリューム満点のハンバーグが人気。お店を経営するのはもともとテーマパークに勤務していた望月さん。その経験をお店作りに生かしているそうです。レストランって美味しいものを提供するのはもう当たり前のように、当然そこはこだわってやっていくんですけども、そこにプラス驚きとか発見、思い出としてレストランで過ごした時間を持って帰っていただける、そういうようなことをやりたいなというふうに思っています。そんな驚きを味わえるおすすめのメニューがハート型のピザ。生地の原料には県産小麦夢香りを使い、ふんわりボリュームあるピザに仕上げています。手際よくこねたら切れ目を入れてハート型に形を整えます。トマトソースをたっぷり塗って、チーズと刻んだトマトをふんだんに乗せて、バジルは自家農園で採れたものを主に使っています。オーブンへ入れて高温で焼くことおよそ2分。思わず写真を撮りたくなるような可愛らしいハート型のマルゲリータピザ。生地が少しもちもち感はありつつも、周りの部分パリッとした感じになって、で、チーズとかトマトとかのそういった味もしっかりと残ってて、ちょっと優しい感じの味がうちの特徴ですね。那須高原の旅の思い出に可愛らしいピザ、一度召し上がってみてはいかがでしょうか。